八神十日も他の精霊も皆精霊には変わりない。復讐の対象に違いない。そのはずなのに自分の認識が少しずつ変わっていくのが許せなかった。5年前のあの日、精霊に復讐を誓ったはずなのに、次第にこの現状に慣れていく自分が怖かった。私が DEM に入ったのは自分のそんな現状に気づいたから。八神十日のいる日常を許容し始めている自分に。なんでそれがダメなんだよ。お前も分かってるんじゃないか。十日たちは普通に生きていたいだけなんだ。いいえ、それは許されない。彼女たちが精霊である限り、私が殺すのは精霊だけではない。気づかないうちに情にほだされようとした私自身、八神十日の命をもって私は私を取り戻す。やっぱりここにあった。よかった。気をつけなきゃ。でもそれなら、いつかくんの声。いつかくんと、お前を救い出せた。シド、そうだ、お前に返さないとな。あの時預かったのは涙だけじゃないだろ、折り紙。シド、私おはよう、折り紙。シド、涙を含むこれ。すまん。何をしている折り紙。スクミス、吸水性抜群。シドのために揃えた。お前、あの時俺への感情は愛でも恋でもないって言ってなかったか。そう、だから
いいからほら。シドウさん、お裾分けです。え、いや別に、それは俺があげたものだから。わ、分かった分かった、いただくよ。あ、おいしいですか？うん、おいしいぞ。あ、シドウさん、シロップが。ん？ついてるか？ハットケーキはご飯とお菓子の真ん中くらいなので、だからこれはいたずらです。ヨシノやる。レーネさん、今の本物のヨシノですよね？どうしてこんなことを？お前が誰かのために天使を使うだなんて。そうですわね。強いて言えば、証明してほしいのですわ。歴史は人の力で変えられると。クルミ、銃を向けたままでいい。俺の手に触れてくれないか。クルミが話をしたいって言ってるんだ。私が？お久しぶりということになりますかしら。私、なるほど、確かにこれは私の声ですわね。一体どういうことですの？なるほど、ユッドベイトをこの方に向けて撃てと、そうおっしゃりますの、私。ええ、その通りですわ、私。いいでしょう。本当か？他でもない私の頼みですもの。さあ、おいでなさい、ザフキエル。あなたの出番ですわ。ザフキエル、ユッドベイト。では、行きますわよ。確かにそれはこの世界において決定してしまった事実。けれどそれを覆す手段を私は今しがた授けられましたわ。授けられたって誰に？今から数十分後のシドウさんに。未来の俺が？
なんでわざわざそんなことを。その方法は元の時代に戻ってしまった指導さんではなすことができなかったからですわ。今の俺になら折紙を救う方法がまだ残ってるってことか。ええ、まだ終わってはいませんわ。クミ。ええ、このクソったれな世界をぶち壊して差し上げましょう。ああ、折紙を救えるなら何だってやってやる。